トゥケーの創造図。トゥケーは太陽系のオールトの雲の領域を周回していると予測された仮説上の天体で惑星もしくは惑星質量天体である。1999年にルイジアナ大学ラファイエット校のジョン・マティスが提唱した仮説上の天体である。また太陽の未発見伴星、ネメシスの提唱者のダニエル・ホイット・モアも この学説を強力に支持し、予測を立てていた。2010年11月の科学雑誌、イカルス掲載の論文にて、より詳しい予測が発表された。論文では、長周期彗星の軌道を計算した結果、太陽から1万5千天文単位ぐらいのところに、木星もしくはそれ以上の質量の天体が、180万年ほどの周期で太陽を周回していると予測された。 この距離は、オールトの雲の領域にあたる。褐色矮星の可能性も指摘されていたが、最新研究では、大まかなところ、木星の4倍ぐらいの質量で、大きさは、木星と同じぐらいと想定されていた。ケルビン・ヘルム・ホルツ収縮の式により、表面温度は低い摂氏73度と推定された。過去の観測では、1983年の、 IRAS の赤外線探査により、太陽より1万天文単位以内に、太陽以外に、木星の5倍以上の質量の天体がないという探査結果が明らかにされていた。2009年12月14日に打ち上げられた広域赤外線探査衛星の探査と、2012年3月の全データ公開により、存在が明らかになると期待する科学者もいた。しかし、 2014年、WISE の観測データから、太陽より2万6000天文単位内に、新たな木星質量以上の天体は存在せず、また1万天文単位内では、土星質量の天体も存在しないとの研究結果が、まとめられた。これにより、2010年に、ホイットモアラが予測した樹形の存在は否定された。ありがとうございます。